かくれんぼで遊ぶ子供たちかくれんぼは伝統的な子供の遊びである。全国的に有名である。鬼が目を塞いでいる間に子が隠れ、後に鬼がそれを見つけ出すという単純なルールであり、派生したルールを持つ遊びも多い。隠れごとも呼ばれる。なお、日本以外にもほぼ同様のルールのものが多数存在する。かくれんぼに、 明確なルールは存在しないが、一般に遊ばれているルールを総合すると、次のようなものになる。隠れんぼは二人以上によって行われ、一人の鬼と残りの子に分かれる。最初の鬼は、じゃんけんなどによって決めることが多い。鬼は、壁や柱といった、もたれかかることができる場所に顔を向け、腕で目を塞ぎ、あらかじめ決められていただけの数を大声で数える。 この声が聞こえている間に子は鬼に見つからないような場所を見つけ、潜む。子が潜むことができる範囲は、はっきり決まっていないことが多いが、一般には、鬼が数を数える声が聞こえる範囲というのが、不分立的に定められている。これは、あまりに遠くなると探すのに時間がかかるのに加え、口実する確認の作業が行えないためである。決められた数を数えると、 鬼は確認の作業を行う。これは、子が全員隠れたことを確認するとともに、鬼の捜索開始を宣言するものである。鬼は数を数える時の体勢のまま、もういいかいと大声で尋ねる。子は、自分がすでに隠れ終わっている場合は、もういいよ、まだ隠れきっていない場合は、まあ、だだよと答える。まあ、だだよの声が聞こえた場合、鬼は、しばらく待って、再び、 もういいかいと尋ねる。この間にまだ隠れていない子は、早急に隠れなくてはならない。これを繰り返し、まあ、だだよの声が聞こえなくなると、鬼は目を開き、開始する。この確認作業は省略されることもある。鬼は目を塞いでいる間の物音や、もういいよの声の届いた方向、距離などを頼りに、隠れた子を見つけ出す。子を見つけると、鬼は相手の名前の後に、 見つけたと叫び指を指し、発見したことを宣言する。発見の時には、実際に手を触れないとダメだとするルールもある。こうして、子が全員発見されると、最初に発見された子が新たな鬼となり、次のセットを開始する。毎回のセットでは、鬼が最後まで見つけられなかった子が差し当たっての優秀者と、みなされるが、総合を争うといったことはほとんど行われない。 日本では近代まで神隠し、誘拐を恐れ、夕暮れ時以降は、タブーとされていた。隠れんぼはそのルールの単純さから、それに派生したルールを定めた別の遊びがいくつか存在する。例えば、鬼に気づかれないように後ろから近づき、鬼の背中に触れると同時に、アウトということに成功した場合、その鬼はもう一度気になるルールの存在である。これは口述する関係に近い。 鬼ごっことの融合で隠れ鬼ごっこなどの名前が付く場合もある。隠れんぼのルールを強く活かしたものとしては、一度見つかった参加者の再開放を可能にした関係が有名である。ありがとうございます。